ピリッツなんて関係ねえよ。どうもプロスピナンバーワン、いやオンリーワン芸人の大野ちゃんです。よろしくお願いします。あるやつってことでね、まあね、今日はねちょっとこのプロ野球スピリッツエースというゲーム自体を、もう脅かす企画というか、スピなんて関係ねえんじゃねえかみたいなのを今日は検証する企画でございます。まあ、題してね、2020シリーズのみでリアタイやってみた。ありがとうございます。まあね、2020のシリーズっていうと、まあ、スピ3500ですね、極み。うん、で、まあ、あのベスト9とか入れるとスピ3600か。そう、その、9シリーズですよね。まあ、2020シリーズの選手を使って今日はリアタイをやっていきたいと思います。はい。僕はね、正直、スピリッツ、まあ、一シーズン前だったら全然問題ないと思ってるタイプです。はい、それはもう僕リアタイやってて分かるなっていう感じはするんですよね。はい、まあだからちょっとそれはね、今日本当プロ野球スピリッツエースというゲーム自体を脅かしちゃうかもしんないけど、僕は果敢に攻めていくよ。皆さんのね、思いを汲み取りたいから。大野ちゃん、スピリッツ関係あるこのゲームなんてね、感じですからね。僕はね、ちょっと今日は果敢に攻めていきたいと思いますけども、今日は最後これ感謝祭、もうほんと最後よ。全然感謝されてないよ、俺、まだ。課金してんのに感謝されてないね。どういうことですか、プロスピリッツさん。最後お願いします。最後ですよ、もう。はい、じゃあね、リアタイやっていきたいと思います。まあオーダーこんな感じですね。キャッチャーの森選手も、2020ですね。で、まあキングは皆さん知ってますよね。で、原さんは、まあ TS 若は TS シリーズ1ですね。そうで、まあ落合さんはみんな知ってますね。で、これベスト9ですね。去年のベスト9の、坂本勇さん、はい、まあ、ここちょっと使っていきたいと思います。で、レフト、まあね、スピ3400ですね。福留さんですね。で、秋山さんね、めっちゃ打ちやすいんだよね。だから本当今年のワールドスターは全力で A 取りに行きたいなとは思ってます。はい。で、まあ翔平大谷は分かるわね。うん、で、ペタちゃん、ジーニーね、懐かしいね、ジーニー。うん、ジーニーは外国人 OB でゲットしました、去年のね。今年もどうなるか分かりませんけども、めちゃめちゃ楽しみにしております。で、ピッチャーですね、全部2020シリーズにしました。2試合ぐらいやりたいと思うんですけども、山岡さん先発1試合目いって、2試合目翔平をターンですね。はい、てな感じでいきたいと思います。まあ、ピッチャーはね、そんなスピ影響しないっていうのは分かってるんで、まあそこまでこだわりはないですけど、まあ一応ね2020シリーズで揃えました。ということでね、2試合やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お相手の方ランカーの方でしたね。はい、まあいい、まあ試しがいのある相手かなとは思いますね。まあ、皆さんが多分注目してるのはバッティングだと思うんで、ちょっとここは集中していきたいね。相手2020か、ということですね。あ、うまい配球の方な、これ大野雄大使いだな。これ大野雄大使いです、相手の方。はい、外角で攻めてくるね。うん、でもね、俺雄大嫌いじゃないのよ。ああ、打てちゃうの。ナイボー、ナイボー、今のはマジでナイボー。さあ、早田さん行こう。久しぶりだな、早田さん使うの。もう源田さんな、源田ちゃん中地のあれだから、もう坂本さん久しぶりです。うわー、ちょっと待って、微妙だな、これ。なんかあれだな、あのスピとかじゃなくて今俺の問題だよ。うん、とりあえずキング行こう。うん、初球はボールになりました。スピードボールを、まあ外角ばっ、オッケー、来ると思ったぜ、どっかでストレートが。俺はまあでもね、キングと、フィクサー、今打席立ってるフィクサーは、まあ言うたらもうガチ技で使ってるんで、そんなね、今日の比較には関係ないかなと。これナイス。まあこの2人はね、この2人はまあまあまあもう使えない。はい、若来ました。若大将、若あるのみ。ありがとうございます。行こう、若落ちろ。ナイス、いぶし銀だね、若いぶし銀よ。さあ、ジーニー行こう。
関係ねえよスピなんて。言うたやん、関係ねえぜ。ジニー行こう。ああ、これは流さないといけない。うん、それこれは俺のミス。さあ山岡さん、山岡さんもめっちゃ久々だな使うの。マジで久々、もう配球忘れてます。え？危な。ちょっと待てよ、集中しないと、配球忘れてんだよな俺。山岡さんの配球でどんな感じだったっけ。カットボール使おうか。これ手出してくんねえかな。あーマジか、どうしよう。あー縦カットね、縦カットでも怖え、ちょっと縦カット怖え。ナイス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 。あーショート早瀬さんでも全然いけるな。やっぱりちょっとね怖いけど縦カットいってみていい。あー内角かな、打ち上げろ。うわーミスター、やっぱなもう怖いわ。いやいやいや、今のはねもう完全にやってもだ。いや縦カットめっちゃ怖いんだよね、投げる方。そうめっちゃ怖いのよ。いやわかなんか思い出してきた山岡さん。俺山岡さんだから使ってないんだよ。だから縦カットが怖いんだよ俺。でもね、俺相手、山岡さん相手にした時に縦カットやられると結構きつかったから。相棒ちょっとここボール気味のスラブどう。じゃあもうキワキワに行く。キワどいよこれは。スケスケよ、もうキワどい。スケスケのカットボールいきます。スケスケです、見えちゃってます。あ高めのするとちょっと怖いけど。オーケーナイスナイスナイス。セカンド若い今見よ。ああ変化量マイナス、こういうとこだね。変化量マイナス1ですよっていう話ですね。ここがちょっときついかなっていう感じですね、ピッチャーはね。ただね変化量マイナス1の良さもあるから、そう例えばまあまあ外角の出てくるとまあいいかな、大丈夫。ちょっと縦カット怖っ、もう縦カット禁止。縦カット禁止令です。さあなんだよそれ、縦カット禁止令すぎるよこんな。なんでこんな打たれる縦カット。俺縦カットめっちゃ嫌いなんだよな相手にすると。 OK ナイス。さあ森さん行こうか。ちょっとここねマジホームラン狙うわ。ファイターズ同点で迎える最後の攻撃です。あそこはね無理に振らなくていいんですよ。そうこういうチャンスボールが待ってるから。そう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 、2塁行く、いいね。さあ福留さん行こう。まあ雄大嫌いじゃないのよ俺。あーボールかな、入ってたよ。さあ行こう翔吾。翔吾は打ちやすいよ。出た大魔神出ました。これスピとか関係ねえよこれ。うん、あ小さい方見えるね俺。やっぱ大魔神は見えるんだよな。うん、落ちる方がどのぐらい落ちるのかが見たい。はいはい、回転が少ないですよ小さい方は。見えてるからね。ナイス、まあ、今のは流したというより振り遅れたという、うん、流したというより振り遅れました。大野ちゃんです、よろしくお願いします。はい、いや小さい方は主義見えるんだよな。はい、見えてるね。大魔神通用しないね俺には。うわー、まあ、まあ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 分かってるんだけど打てないのがやっぱ大魔神なのかな。はい、あーもう完璧疲れてるわ大魔神。いやーマジか、ついに関しては2020シリーズの方が強いから。じゃあ行き、ここのベストピッチセカンド、うわこれ負ける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 、危ない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 。
ストレート勝負。はい、やってもうた、ありました。はい、2試合目ですね。2試合目高校っすね。まあさっきの部屋が試合がどうなってるか分かんない、編集どうなってるか分かんないけど、まあさよなら負け。でも3対4なんで、まあ打ててるよねって話なんですよ、やっぱり。そう、俺だからスピン負けとか関係ねえんじゃねえかなって話。とりあえずまあ翔平大谷のピッチングはカットかな。はい、難なく抑えた翔平大谷。さあ行きましょう。勝負は木山行こう。結局さ、まあこのスピン負けしてないから、あーちょっと待って、うわーマジちょっと待ってよ、もう一回やらせて翔平明山、もう一回回そう、もう一回回そう翔平明山。いやだからさ、スピン負けしてないから相手もまあ全然あの2020シリーズも使ってるってことなんですよ。全然問題ないぜ、2020でも。渦が巻く、渦巻いちゃってるもん。あーダメか。さあ結局この男なん、結局この男しか勝たんの。いやこの男あかんて、あかんでしょもう。リアタイ禁止出した方がいいよあの男、打ちすぎで。フィクサーも打つんでしょ、キングに続いて。勝負してもらえないもん、もうフィクサーに限っては。もう勝負してもらえないもんフィクサーは。はい、若い出ました、若。若いいね。若はさ、なんかもう打ちやすいっていうのを通り越して好き。もう俺好きなのよ、若。ずっと4番使ってたから。はい、ありがとうございます。まあ、若は、おいおい、若いいね、ナイス、俺。さあ、G に行こうか。さあ、回すよ、正午まで回そうぜ。タイピンついてないか。あー、内棒です。さあ、じゃあ大谷君で締めようか。できればね、1点取られたいっていう気持ちは正直あるんだよね。なんでかっていうと、翔吾に回したいから、でもどうだろう、翔平はやっぱ抑えちゃうよな。OK、これ翔平大谷ガチお題でありだな、マジで。全然ありかもしれん。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。だからそうすると打者大谷がいなくなるからな。このストレートも速いのよ、翔平大谷は。そう、翔平大谷のいいとこそこよ。 OK、 最後抑えましょう。長打警戒になってたぞ今。 OK、 スピン負けしてても大丈夫だ。どうした